アーセナルは、ウクライナの工学、電子機器の主要企業である。正式名称は、国営工場アルセナール。ウクライナの首都キエフの中心地に所在する。キエフなどのカメラで有名。なお、現地での故障は、アルセナールであるが、日本では、ソ連のカメラメーカー、アーセナルとして知られる。ソ連のカメラメーカーとしては、最も歴史の古いものであった。創立は、 ロシア帝国時代の1764年で兵器メーカーのアルセナ・アリヌイ・エ・マスチェルスキーへとして創設された。第一次世界大戦中には火砲や装甲車などロシア帝国軍向けの兵器を製造した。中でもよく知られているのはオースチンプチ色別装甲車であった。これらの兵器はロシア革命やその後のロシア内戦やウクライナ内戦などでも実戦使用された。 ウクライナソビエト戦争中の1918年1月29日には、ボリシェビキに扇動された従業員らが、アルセナール工場において1月放棄を起こして、ウクライナ中央、ラーダ政府を足元から脅かし、キエフ市外線での赤軍の勝利を決定づけた。その後、高額距離計、軍事用の赤外先探査用の高額機器、空対空ミサイル、 機体核測定機器 GES-1L 等々の光学兵器をも開発した。ソ連末期に開発された R-73 空対空ミサイルの誘導用の HMD システムはソ連の戦闘機ミグ -29S-27 に搭載された。宇宙ステーションミールや宇宙船ブランにもこの工場で開発された機器が搭載されていた。工場では 第一次世界大戦中の1917年から民製品も開発するようになった。大祖国戦争後の1946年、アーセナル VI レニーニーという英名で戦後再組織され、旧ドイツのコンタックスと同一または類似の内部機構と外装を継承した前期コンタックス2と同一または類似の商品を1947年からコンタックス。 もしくはキエフ・キエフ・コンタックス、キエフ2、キエフ3、キエフマイナス -4、同モデルチェンジした、新改良のキエフマイナス -5 として、継続生産された。同カメラは、採水コンの工場の製造プラントをそのまま移籍する、形での工場生産形態を採用し、ドイツの工作機械と同部品加工機械をそのまま継承した。 ほとんど同一の製品でレンズの2946年から SA ズベーレフ記念クラスのゴールスク工場との共同でコンタックスのコピーのカメラコンタックスを継続的に製造した同系列のキエフシリーズを後継機を含め各種改良に改良を重ねて製造していたがこれは旧ドイツの財巣者のプラントのいわゆる軍事賠償に相当するものとして継承発展させたカメラで 極めて稀なカメラ技術史上に残る旧ドイツの遺産である。1957年にはスウェーデンのハッセルブラッド旋回の後継機としてサルーを製造販売開始し、k 八十8 t t l キエフ c m のハッセルブラッド旋回のコンセプトと同一または類似する卓越した中盤カメラとして連綿と独自の発展を遂げ、現在も同社のヒット商品として 看板商品となっている。1970年には、東ドイツのペンタコン人民公社の主力商品、ペンタキン6と同一マウントで同一のコンセプトを有し、内部フィルム急創機構を改良した新型のキエフマイナス 6C を開発し、現行のキエフマイナス 60TTL として改良改善を加えられて、現在に至っている。アーセナルのカメラは、 中盤カメラレンズにその製作、販売の中核が移り、KF-60TTL、KF-80CM 等の 6X6 ンカメラを主として製造し、現在のカメラマウントはパンテイコン6のマウントと同一のマウントを採用し、相互に互換性を担保されている。その他の製品には交換レンズとして PCS アサッド h に 35ミ六67、ズームアサット H、M4、5、80から200グラニートマイナス11、アサット C、B3、5、30、アサット C、B3、5、250、アサット、3、5、45ミ二26、PCS アサット4.5、55レンズその他、中盤カメラ用に、パンテイコン6のマウントの交換レンズを多数、供給し、 優秀なレンズ群を供給している。アマチュア用の小型カメラとしては、キエフ -19M、キエフ -35A 等々が製造販売されている。なお同社は、発光ダイオード等の電子デバイスの製造も行い、カメラ部品にもその電子工学技術が応用されている。国営プラントの企業としての発展を遂げたアーセナルは、電子応用機械器具、測定機械器具、 電子デバイスの領域においても最先端にある。2004年11月、アーセナルは民生用の有料電気製品という民生電気機器部門においても賞を受賞している総合電子、電磁応用,用の総合機器メーカーでもある。現在のアーセナル主はイーホルビークトロビチボロシチュークである。技師長はムイコーラフェドスイーヨビチコチェルハーである。 キエフパチ十8マニュアルやギハシマサオ1996巻。ありがとうございます。